雨上がるという言葉がございますが、本当に今日は大勢の皆様方にこの佐藤明の演説会駆けつけていただきました。本当にありがとうございます。またご来賓の方々から数々の身に余るお褒めの言葉を頂戴いたしまして、大変恐縮をいたしております。また理事長からは脅迫をされました。理事長、本当に心優しい長でありますので、先ほどは冗談だと思って聞いていただけたと思います。実は今日朝8時から街頭に飛び出しております。スタートは泉が丘でございます。私のふるさとであります。そちらの方から先ほどまで途中から伊藤慎太郎先生にも乗っていただき、この場に駆けつけるまで走り詰め走ってまいりました。本当に大勢の市民の皆様方から雨の中にもかかわらず大変温かいご声援をいただきまして、本当に嬉しく感じてこの場に臨まさせていただいております。特にでありますが、小中学生から3分の1ぐらい、あきらさん頑張れというですね、本当にですね、嬉しいご声援をいただきました。皆様方の前でこの場に及んでこういうお話をさせていただくのは、もしかしたら不見識かもしれません。でも先日私の決起大会の時に、ある方からご紹介をいただきました。佐藤明さんはハッタリがない、嘘をつかないというようなご紹介をいただきました。私も今まで時々嘘をつきたい場面もいっぱいございました。でも我々が市民の皆様方に嘘をついたら、当然首長としての資格はないわけであります。3期12年皆様方のおかげで市政を担当させていただいてまいります。誇りは絶対今まで嘘をつかなかったという私自身の自己満足であります。ただ子供さんたちは私のことをご理解していただいているのかなと思います。本当に子供さんから手を振られるとですね、ついつい嬉しくて手を振ったり車を止めてしまいます。一緒に乗っている方々からは有権者じゃないんだよってお話をいただきますが、本当に子供さんたち面子です。そういう子供さんたちがこの町でまた自分たちが大人になった時に、自分たちの親父、おふくろ、そしておじいちゃん、おばあちゃんがこのふるさとにどういう思いで一生懸命頑張っていただいたのかということが、実は一番大切なことではないのかなと思っています。これからも残された期間は9月10日まででありますが、それをまずは全うさせていただきたいと思っています。この度の庄川市長選挙、大変厳しい中で選挙戦を進めさせていただいております。いろいろなお話が出てきております。ただしぜひここはご理解をいただきたいと思いますが、私たちは職員ともども誠心誠意この度の課題問題についてご説明をさせていただいてまいります。
このことについては私の選挙したスタッフ、あなた方は絶対話をするなということで釘を刺しております。私からもこの話についてこれ以上お話をすることはございませんが、前段申し上げました通り、佐藤明は絶対嘘をつかないで行政を推進をさせていただいてまいります。おかげをもちまして大変厳しかった我が市の財政であります。皆様方もご記憶の通り、平成15年に市長さん就任させていただき、真っ先に宣令を受けたのか、塩釜が第二の夕張になりますという記事でありました。大変市民の皆様方に心を痛めてしまいましたことを本当に申し訳なく思っています。ただそれから5年、行財政改革あるいは職員の定数の定員適正化、職員が率先して取り組みをしてくれました。私が改めて申し付けるまでもなく、職員が、我々は市民の皆様方の笑顔こそが職員の誇りでありますということで、誠心誠意そのような取り組みをさせていただき、今やおかげさまで市の財政には小まずも少したまり始めております。小まずって言葉分かるんですかね、貯金と言ったらいいでしょうか、おかげさまでそういったものもですね、徐々にたまり始めております。ただし我々はそういったことを貯めるのが目的ではございません。そういったものをしっかり市民の方々に還元させていただくということであります。高い高いと言われ続けてまいりました国民健康保険税、この27年4月からさらに 3.33% 引き下げをさせていただきます。また下水道料金も本当に若干ではありますが引き下げをさせていただいております。一方、この町で頑張っていただいております企業者の方々、商業者の方々であります。我が町の誇りは水産業、水産加工業こそが基幹産業であるということであります。おそらくは仙台市民の皆様方も塩釜にお魚を買いに大勢お越しをいただいているものと思っておりますが、これからもそのようなお付き合いを桶山市長ともしっかりと続けさせていただきたいなと今考えているところであります。またご高齢者の福祉対策も大変大切な課題でございます。今までこの町で一生懸命頑張っていただいたご高齢者の方々が私たちの誇りであります。これらの皆様も引き続きこの町の中で元気で安心してお暮らしをいただく環境づくりであります。社会福祉協議会様の大変なご支援を賜り、今北浜に心の木という小規模特別養護老人ホームが完成をいたしています。29名の方にそこで心を休めていただいておりますが、コーラスグループの方々がそういった施設をご訪問いただき、ご高齢者の方々の慰めの場を作っていただいております。我々塩釜市の誇りは、かように皆様方が心を一つにして、この町を明るい住みやすい元気な町にされているということであります。私は日本で一番住みたい町塩釜が最大の目標であります。これからも多くの市民の皆様方にぜひこの町で住んでみたい、暮らしてみたい言っていただけるような様々な取り組みをさせていただきたいと思っています。
最後の言葉とさせていただきます。今塩沼市長です。大変厳しい戦いを進めさせていただいております。この度の選択は今までしっかりと進めてまいりました。復旧復興さらに加速をさせていくのか、あるいは復旧復興のため我々が今日まで進めてまいりました時計の針を一旦止めるのかということが市長選の争点であると考えております。私たちは復旧復興をそして長期総合計画に基づく町づくりを今止めることはこの町の停滞になります。ぜひこの佐藤明をご信頼賜り、私たちは市民の総力をお借りして一時も早く復旧復興の姿を多くの市民の方々にお示しをさせていただきたいと思っております。本日このように本当に大勢の皆様方にこの場にお越しをいただきまして、佐藤明心から感謝を申し上げるところであります。皆様方お一人お一人さらなるご支援を賜りますことと、本日私が申し上げました話をぜひ大勢の市民の方々にお伝えをいただければ大変幸いでございます。佐藤明、最後の最後まで皆様方と共に復旧復興、市民の街づくりに頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。